今回はもちもちの皮が特徴の米粉餃子の作り方を紹介します。小麦粉の皮と比べて口当たりがよくさっぱりしていて胃に優しいです。特に小麦アレルギーがある方やグルテンフリーをしている方におすすめですよ。それでは作っていきましょう。まずは先に具を作っていきます。豚ひき肉 200g、 玉ねぎ4分の1個、生姜 5g、 ニラ3分の1束、キャベツ 200g をみじん切りにして用意します。ひき肉に塩を 2g、 胡椒少々、醤油大さじ2を入れて下味をつけます。小麦アレルギーやグルテンを控えたい方はグルテンフリーの醤油を使うといいです。味を入れたら肉の粘りが出るまでしっかりと練り込みます。このくらいまで肉を練ります。ラード大さじ1を入れ全体になじませるように練り込みます。ラードがなければごま油などを入れてもいいでしょう。ひき肉がこのように白っぽくなるまで練り込んでいきます。野菜を全部入れます。香り付けにごま油を少量入れます。野菜とひき肉をさっくりと混ぜ合わせるようにします。ここでしっかりと混ぜようとして練り込んだりすると野菜から水分が出てしまいよくありませんので注意です。具ができたら冷蔵庫でしばらく寝かせます。米粉 150g と片栗粉 50g に塩を少量入れ合わせておきます。ラード小さじ1に熱湯を 150cc 入れます。熱湯とラードを入れることで澱粉の接触面に沿って伸びるので生地の伸展性も良くなり乾燥も防ぐことができます。そうしたら熱湯を粉の中に少量ずつ入れてなじませていく。熱いので箸やスプーンなどを使うといいです。水分を一度に入れると粉と水のバランスが難しくなるので数回に分けて入れます。だいたい 4、5 回くらいに分けて入れるといいです。水分量は米粉の種類などによっても変わってくるので混ぜながら足りないようならプラスしてください。粉全体に水分が行き渡ったら手でしっかりとこねていきます。米粉の皮は市販のものも売られているので作るのが大変でしたら買ったものを使ってください。このように一つにまとめることができたら生地の完成です。生地を棒状に伸ばして5センチ幅にカットします。
手の甲で押しつぶして丸くしておく。粘土を使い伸ばしていきます。グルテンがないので粘りがなく切れやすいので厚めの大判の皮にします。このくらいの大きめの皮にすると包みやすいです。具を包んでいきます。真ん中に具を乗せ、外側の生地を潰すようにしてひだをつけて握ります。カゴ動画に詳しい握り方がありますので、そちらを参考にしてみてください。握り方はやりやすい方法で OK です。フライパンに餃子をつかないように離して並べておきます。その後火をつけます。お湯を餃子の下半分が浸かるくらいまで入れます。蓋をして蒸し焼きにしていきます。水分が完全に蒸発したら蓋を取り、ごま油を軽く垂らします。焼けたら皿に盛り付けます。これで米粉餃子の完成です。焼き面はカリッとしていて、裏はもちもちで柔らかな生地に仕上がっています。半分に割って中を見てみるとこんな感じです。もちもちした皮の中からしっかりとした具が入っています。今回は米粉餃子の作り方を紹介しました。グルテンフリーの方はもちろん、もちもちの皮の餃子を楽しみたい方にはおすすめですよ。詳しいレシピとグルテンフリーについてはブログに書いていますので見てみてください。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。